U G と、さっきんと、相川誠の音楽岡崎出身のロンサム・ハンサム・ハードロッカーのユージーと、東京都出身、萌えと癒しのもやすけ、ま、さっきんこと松谷さっきのと、大阪府出身、東京レイヤーズなぜか四軍に落ちてしまった相川真がお送りする、音楽煮込みという番組です、イェイ えー、他県から見て東海三県はどう映るのか東海三県での常識が他県では非常識を実感して,していただくという番組です基本的には東海三県を中心とした番組構成になっておりますが他県の皆様にも楽しんでいただけるようにと毎回ゲストをお招きして東海三県の魅力を存分に伝えていきたいと思いますはい本日のゲストはージさんはいえー、っとですねあの <laughs> 女の幸せを捨ててまで演歌歌手としてですね 細々と活動しておられる春名香里さんでございますようこそはいいらっしゃいお願いします,、はい、します東海産圏の皆様、えー、そして全国の皆様春名香里でございますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますよろしくお願いします、はい、ちなみに春名さんは何県出身ですか何県、えー、出身生まれたのは東京都です生まれたのは育ったのは育ったのはね いろいろあるんですよ。テンとして、テントジプシーのように、ジプシーのようにはい。出しました。<laughs> 特にあの思い出に残ってる県とかありますか。<laughs> え福島県ですかね。それは何でですか。うちの母とそれからじいちゃんばあちゃんが福島の方の出身なもんで、やっぱよく福島に帰る機会が。 多いということもあって、うん、はい、すごく残念なお知らせがあります。なでしょう。あのこの音楽煮込みという番組なんですけど、はい、ちょっと前までは福島県の FM ポコさんの方でも放送していたんですけど、あれ、はい、お爺様、ま、お婆様にも伝えることができたんですけど、あの番組があまりにも面白くないということで打ち切られました。<laughs> はい、本日は FM 四日市の皆様にだけ、はい、はい、あ、FM 四日市の皆様だけお送りしたいと思います。岡崎もだそうです。 岡崎、お休みです。岡崎はお休みです。さっきん、岡崎お休みです。カンペが悪いです。これは。<laughs> はい。はい。ということですね。はい、えー。あの、春奈さんをね、お迎えしての、はいえー、音楽見込みですけども。はい。はい。まあ、あの、とりあえず、ね、私が言いたいのは、横の二人がね、超噛むってどういうことですか。<laughs> <laughs> 春奈さんの方が噛んでないですからね。噛みますよ、ねね。まず、自己紹介を噛み。はい ね、うん、文言台本をかみどこまで噛むかが楽しみですね皆さんあちなみにあのこのワロップスタジオ皆様の声も私たちに届きますのでどん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 声出してくださいね、はい、面白い時には笑っもくっくい分て面白くない時にはブーイングを飛ばしてくださいよろしくお願いします <laughs> お願いしますはいというわけでね春の香織さんにメールが届いておりますあ,ありがとうございますはいでは読みます、はい、ゲストの春春の香織ちゃんこんにちは <laughs> <laughs> ここブインスさん、サムが増してきましたが <laughs> 風邪を引いていませんか？はい、体に気をつけて頑張ってください。リクエストは相図望強化をお願いします。ありがとうございます。高畑宏しさんからですね。ありがとうございます。いますはい、でももう1つ。 はい、はい、ワロップ放送局に出演の春奈香りさん、放送出演頑張ってくださいね。本当に頑張ってくださいね。はい、会津望郷歌、故郷へのリクエストをしますので、よろしくお願いします。月島の丸田さんよりです。ありがとうございます。ますありがとうございますい、ね。この時点でね。パーソナリティをやってる人間よりもね。来てるメールが多いっていう。まさかなまさかの事態ですからね。<laughs> はい。 というわけで、はい、ゆうじいさん、はい、さっきから黙ってるんですけど、どうしたんですか、<や>体調悪いですか。いや、あのー、風邪引きましたか。風邪をね、あの、二、二秒前ぐ、ほど。<laughs> ちょっと閉じ。はい、閉じらせてという、ゆうじいさんが風邪を引いてしまったという話からスタートした、音楽にこみ、今回のゲストは。東京都出身の、春る香香さんでお送りしたいと思います。はい、この番組は東京のワロップスタジオから、お送りいたします。最後まで、お楽しみください。